ます。はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。始まりました、マナモード。パーソナリティを務めるのは私、あげなまな。シンガーソングライター、モデルとして活動している私、あげなまなが普段の生活や活動を通して感じたことや今気になっていることなどを気ままにトークしていきます。ラジオを聴いているこの時間はリスナーの皆さんにマナモードになってもらおうという番組です。これからの55分間、あなたのスイッチをマナモードに切り替えてお楽しみください。それでは今日のトークテーマは結婚について、お話ししたいと思います。なんかね、結婚にまつわるエピソードとか、結婚の条件とか、皆さん何か、ありましたらぜひぜひメッセージお待ちしています。ということで、もう1月も今日明日で終わりますよ。皆さん早くないですか？しかもね、2月入ったら、2月今年は28日までなので、もうすぐですね、本当にすぐ終わっちゃうけど、めちゃめちゃ早い。どうでしたか皆さん、年明けて1ヶ月。でもなんか意外に、そうこうなってみたら早いんですけど、結構私充実してましたね、いろいろと。なんか曲作りしたりとか、自分のプライベートの時間とかを結構ね、過ごせたかな、ゆっくりなんかいろいろ考えたりとかできたかなと思うんですけど、皆さんこれからなんか、なんだろう、年末に向けてね、いろいろ、でも人生なんか何の話って感じだけど、何が起こるかわからないじゃないですか。だからめっちゃ楽しみだなと思って、今年はどんなことが起こるんだろうってすごいワクワクしてるんですけど、はい、そんなこんなで最近はね、すごい私結構ラジオで今思ったら、あんまりなんかニュースの話とかしてないなと思って。でもね、なんだろう、結構なんだろう、ネガティブなニュースとかをあんまり取り上げたくなくて、ポジティブなニュース来ないかなってずっと待ってたんですよ。そう、ちょっと言い訳するとねそしたらね、昨日じゃないや、いつだっけ、20何日かな、サッカー見ました皆さん。イラン戦、日本勝ちましたね。イエーイ、おめでとうございますめちゃめちゃもうテンション上がりました。なんか大迫選手がね、2ポイント決めて、原口選手がね、ポイント決めて、最強のイランって言われてるイランにね、勝ったっていうことで、本当にもうおめでとう、おめでたいんですけど、で、あさってにカタール戦があるんですけどね、 それも期待ですね。勝ってほしいな。なんか私、サッカー全然興味なかったんですよ。そう、でも去年ぐらいから見始めて、なんかリアルタイムで見たらめっちゃ楽しいと思って、ちょっとハマっちゃって。そうそう、今年もね、なんかいろいろ試合とかあったら応援したいなと思っているんですけど、なんか最近すごいですよね。しかも大坂なおみ選手も勝ったじゃないですか。世界ランク1位ですよ。すごくないですかね。もう本当にもう誇らしい、すごい。なんかね、なんだろう、結構スケボー界とかも日本人すごい今注目されてるらしくて、なんかもう来年のオリンピック楽しみだなって思いながら、そうニュースとか見てるんですけど、でしかもね、この来年の東京オリンピックに向けて結構いろいろ政府はなんか政策してて、なんだっけ、まあね、選手がこうメダルを取りやすいように
選手の支援だったりとか環境整備とかもね、なんかニュースとかで見てて、あ、もうなんか本当にメダル絶対狙えるんじゃないかなっていう感じで、すごい今から楽しみなんですけどね、なんか選手も頑張ってるので私も頑張ろうと思います。本当になんかオリンピックは私出ないけど出ないんですけど、でもなんか来年に向けてね、そう皆さんいろいろそれぞれ目標があると思うんですけど、一緒に頑張りましょうということで、全然結婚の話しないっていうねまあオープニングだからね、そう最近気になってること話したいなと思うんですけど、そうだな、なんだろう、最近何あったかな、あ、そうブライダルフェアに出ました。なんか千代田のね、いつも年に2回あるんですよ。この1月にブライダル冬フェスタっていうのがあって、7月後半ぐらいかなに夏フェスタってあるんですけど、結構このブライダル関連業者企業が50社ぐらい集まって集結して開かれるすごい大規模なブライダルフェアなんですけど、今年はなんとね、あの去年ね9月に引退をしてすごい世間を騒がせた安室ちゃんのね、安室ちゃん風の、安室ちゃんの衣装風のドレスをの新作お披露目会もあって、で私の、そうそうそう、私のあのこう先輩、事務所の先輩のモデルさんが来てたんですけど、しかもドレス着て、でその先輩がめちゃめちゃ安室ちゃんファンで、そうなんか結構なんだろう、ライブとか行ってたりとか、あとダンスとかもできるみたい でドレスを着てなんかショー中にダンスするみたいなやってて、もう本当になんか私は結構モニターからしか見れなかったんですけど、裏にいたので、だけどもう本当に安室ちゃんでした。でもうみんなそのモデルさんが出てきた時に、あ、安室ちゃんみたいな感じになってて、すごいテンション上がってて、なんかさすがやっぱ引退してもね、みんなの憧れの安室ちゃんさすがと思って、そしてあのモデルさんもね、先輩のモデルさんもさすがだなと思って、そうそうそう思ってたんですけど、で私も結構いろんな新作ドレス着て、白のねウェディングドレスだったりとかカラードレスだったりとか、もうなんかめちゃ一番好きかもなんかモデルのお仕事でブライダルショーとかブライダルフェアとかが一番好きで、やっぱ女の子ってドレス憧れじゃないですか、みんな多分ちっちゃい時とかもねすごい憧れるんですけど、やっぱねドレスを着たら、あ、なんか女の子っていうなんか気持ちになれるんですよね。なのですごい幸せオーラあふれるお仕事ありがたいですね。ということで、そうだからそういうねこうブライダルフェアだったりとかまあいろいろあったので、今日はなんか結婚についてちょっとお話ししたいなと思って、結婚っていうあのトークテーマにしたので、なんか皆さんね、プロポーズ、こんなプロポーズされたいとかでもいいし、結構いろいろありますよね、なんかエピソードだったりとか、何歳に結婚したいとか子供何人欲しいとか何でもいいので、ぜひぜひメッセージをお待ちしています。番組へのメールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com、Q ストリーム、ツイキャス、サイマル放送でもお聞きいただけます。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの方は無料アプリリッスンラジオでお聞きください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。番組を聞きながらのメッセージもどしどしお待ちしています。アゲナマナのマナモード、この番組は Music for Your Life サードウェーブの提供でお届けいたします。これ前のやつなんですよ、 YouTube で。大丈夫大丈夫、はい、写真を失礼します。あ、そうですね、写真なんかいつも同じなんだよな。はい、チーズ。ありがとうございます。
なんだっけ、待って、ジングルなしでそのまま BG でいきましょうね。 BGM ですか。あ、そうですね、ですよね。はい、はい、ツイキャスありがとうございます。今日も始まりましたマナーモード。今日のトークテーマは結婚。皆様からのメッセージもお待ちしています。番組へのメールアドレスは 797@fmginowan.com。 ツイキャスでのメッセージもお待ちしています。ということでツイキャスメッセージありがとうございます。初心者さん、はいさーい、はいさーい、ありがとうございます、聞いてくれて。中野町の和樹さん、ヤギ原で事故があって両方向渋滞してるな、マナさんも帰るとき気をつけて。そうなんですか。これヤギ原ですね。ヤギ原で、はい、まあ、なんて言いました、私ヤギ原あすいませんちょっと情報を補足させていただきたいと思います。はい、今一応ですね、あの道路交通情報センターの方で情報出てるんですけど、うるさいなめちゃバイクがね、はい、暴走してます。ですね、ヤギバル方面ライカム交差点付近ですね、ズケラの方からだいぶ渋滞してる模様です。皆さん事故があったということなので、うん、ぜひお気をつけいただきたいと思います。そうですね、気をつけてください皆さん。はい、失礼いたしました。はい、ありがとうございます情報。シュートさん、メッセージありがとうございます。まなちゃんこんばんは。こんばんは、今日も聞いてくれてありがとうございます。15番目の男さん、マナキャンさん、はい、キャンキャンさん噛んじゃった。マナキャンさん、はい、サイサイ、はい、サイ、ありがとうございます。シュートさん、千代田ブライダル冬フェスタ見に行きたかった。ぜひぜひ、夏もねやるので、7月の多分後半ぐらいにいつもやるので、まあ、出れるかなわかんないんですけど、ぜひぜひ、なんか見学とかもできるみたいですよ。なのでそれかね、結婚考えてる人ととかねぜひぜひ遊びに来てください。15番目の男さん、マーナオリンピックで国歌斉唱できたらなーってね、本当にね、なんかもういつかできやりたいですよね、本当に。来年か、来年目指さないとねいつかって言ってたらいつになるか分かんない。でもね、国歌全然君がようですよね。やば、今からちょっと練習しておきますはい、ありがとうございます。シュートさん、まなちゃんのインスタグラム見てウェディングドレス似合ってましたって、ありがとうございます、嬉しい。そう、インスタグラムとかフェイスブックとかにもね、あげたので、なんかどんな新作ドレスなんだろうとか気になった方がいたらぜひぜひ見てみてください。安室奈美恵様に誰誰って、そう、めっちゃね、なんか誰言っていいのかな別にいっか。なんかね、同じ事務所の先輩のね、中畑ひとみさんっていう方がいて、結構ね、いろんなテレビとかにも CM とかにも出て活躍しているモデルさんなので、ぜひぜひ見てみてください。なんかね、 Facebook とかに画像載ってましたよ。千代田ブライダル冬フェスタってやったら出てくるかもしれない、もしかしたら。はい、ということで、あ、シュートさん、まなちゃんは人狼ゲームやったことある？人狼ゲームはね、一応やったことありますよ。だけどなんか、なんだろう、アプリみたいなのを使ってやったことあります。楽しいですよね、めっちゃ。なんか私、嘘つくの超下手くそなんですよだからいつもバレるっていうね。そうそうそう、はい、皆さんメッセージありがとうございます。今日のトークテーマ、結婚っていうことなんですけど、そうですね、なんだろう、私なんかね、何歳に結婚したいとかみんなあるじゃないですか。で、なんだろうね、学生とかやっぱ若い時はなんか授業参観とか親が来るじゃないですか。でその時に、私の親は結構どっちかというと遅めの結婚だったので、
30過ぎの子供なんですよ。そうだからで、なんか同じ年の人でも、例えばね、お母さんが18歳の時の子供とかだったらめっちゃ若いじゃないですか、親って。そうだからなんか若いお母さんにすごい憧れてて、まあ、うちのお母さんもすごい見た目は若いから別に全然なんかあんまり気にしてなかったんですけど、でもそうそうそう、だからなんか若いお母さんになりたいとか思ってて、だから20歳とかには絶対結婚するとか思ってたんですけど、まあ、今ね24歳ということでね、全然過ぎてしまったんですけど、でも結構周りも、あの沖縄はね、もしかしたら早いかもしれないですよね、結婚するの。皆さん周り同級生とか結婚してる人すごい多くて、でなんかあれって言いません、あのなんか3年ごとに、あのなんて言うんだろう、ピークみたいなのが来るみたいな、この時期がみんなこの結婚したりとか子供ができたりする時期が3年ごとに回ってくるみたいならしくて、で私の時はなんか21歳だったんですよ。21歳の時にみんななんか周りが妊娠し始めて、なんか結婚みたいなのがすごい多くて、で今年か去年かな、24の年もすごい多くて、今妊娠してる人とかなんか結婚するっていう報告受けたりとか、そうそうそう、その次の波に乗りたいですね私はそう計画では。だから3年後にちょっと結婚したいなとか思ってるんですけど、どうだろうねわかんないけど。ということで、あ、メッセージ来てますね、ありがとうございます。初心者さん、介護の仕事をしてますが、最近の研究では死ぬまで性欲はなくならないそうです。そうなんですか、え、男女ともにですか、え、キャンさんがうんって言ってるけど、え、どういうことです？ですね、老人ホームとかでも恋愛沙汰結構多いらしいですよ、うん、へー、へー、素敵、だから何素敵素敵、ホームに入るの嫌がる人が多いんですけど、うんうん、逆に若いうちに入るとみんな若いって言って、うん、モテモテらしいです。なるほどね、はい、人生のモテ期がそこで来ちゃうみたいな、また最終的なモテ期が来るのでうんうん、うん、それが楽しくてまたあのホームに定着する方も多いそうなので。あ、なるほどね、はい、あ、いいですね、あ、いいこと聞いたよらしいですよ皆さん、はい、あ、そうなんですね、ありがとうございます、聞いてくれ。じゃあ介護の仕事しててそのね施設でもしかしたらそういうのがあるのかな。メイクやネイルなどは認知症予防にもなります。あ、確かに私のおばあちゃんとかもメイクやってた、めっちゃ可愛かったよ。突然高齢者も恋愛感情があるのですが、あ、当然高齢者も恋愛感情あるのですが、家族子供たちがいい年をしてと反対されることが多いみたいですが、何歳になっても男で…てんてんてんと書かれてますけれども、なるほどね、確かに、まあ、子供とかもいる、まあ、でもなんか別に20歳超えてたらいいんじゃないかなって思っちゃいます。私もなんかもう今お母さんとか お父さんがなんかちょっと第二の相手を見つけたとか言い出してもなんか受け入れちゃうかも別に人生楽しんでって感じする。うん、いいですよね、なんかいつになっても私も恋愛したいな。素敵素敵、ありがとうございます、教えてくれて。シュートさん、人狼ゲームか、自分の人狼ゲームやるとき 対面人狼やアプリでやるとき嘘をつくのがバレてしまうのでうまくない。あ、一緒一緒一緒、私も嘘つくの苦手かも。中野町の和樹さん、これは読んでいいのかな、かっこ再放送のリスナーさんへ、先ほどの交通情報は水曜日の夜のものです。まあとにかくマナモード聞きながら安全運転で行きましょうって、 ありがとうございます、そこまで考えてくれてる、嬉しいそうそう、あ、じゃあ今で言っとこうかな、なんか後でも言うけど、あの実はですね、あの日曜日、毎週日曜日の4時ですよね、夕方4時からあのマナモード再放送してますので、ぜひね、もしなんか日曜日の4時に車乗ってる方とか宜野湾付近にいる方とか、ツイキャス、ん、ツイキャスとかはどうなんですかね。ツイキャスとかでは放送ないので、うん、あ、もうラジオだけですか。そうですね、あとリスラジとか、あ、リスラジね、はい、なるほど、サイマル放送の方はお楽しみいただけますので、うん、あ、はい、ということなので皆さんぜひぜひ日曜日に聞いてくれてる方もありがとうございますはい、ということで
そろそろですね。なんか早いね、やっぱり。早い早い。あのコーナーに行きたいと思います。弾き語りコーナー、イエーイ。はい、ということで、私はね、県内でモデル、そしてシンガーソングライターとしても活動をしているんですけど、いつもこのライブでギター弾き語りで、歌ってるので、弾き語りで今日も1曲お届けしたいと思います。今日はですね、私のオリジナルソングの中からデスティニーという曲をお届けしたいと思います。結構そう、なんかね、結婚っていうトークテーマなんですけど、この私の恋愛をもとに書いたラブソングになっているので、大切な人を思いながら聴いていただけたらと思います。聴いてください、デスティニー。She
ありがとうございます。デスティニーっていう曲をお届けしました。実はですね、この曲レコーディングでね、このドラムとかベースとかを生演奏でやってもらってるんですけど、なんとこのドラムの方が、そう、去年ね結婚式を挙げて、そう、おめでたいことに、おめでとうございます。そう、なんとその結婚式で流してくれたんですよ。しかもメインの何だよ、白ドレスとタキシード姿のとこのお披露目の時に流してくれて、そう、私ちょっと結婚式は参加できなかったんですけど、そう、なんか何ムービーで、そう、見せてもらって、めちゃめちゃこう自分の曲がこうやって使われてるって思った時にすごい嬉しくて、っていう思い出が、思い出というか嬉しいなと思って、そうそうそう、なのでなんかこれからもこういろんな人のね結婚式とかでも流れてほしいなという思いを込めて、ずっと歌い続けたいなって思ってる曲でした。ありがとうございます。なんかこれやっぱトーク最後しない方が良さそうですよね。わかります？まあお任せします。うん、もしなんか省くなら省いてもいいと思います。うん、なんかどうなんだろう。そのまま CM 行った方が流れ的にはってことですよね。うん。そうそうって思った。びっくりした。うん。よいしょ。次はジングルから行きますね。はい、メール来てるのでちょっと次行きましょうね。切り替え僕がやりましょう。はい、メール来てるので僕は切り替え行きましょう。あ、ありがとうございます。アゲナマナのマナーモード。今日のトークテーマは結婚。まだまだメール、メッセージをお待ちしています。ツイキャスでのメッセージもお待ちしています。ここでアゲナマナからのお知らせです。去年11月7日にリリースしたファーストミニアルバムマナが絶賛発売中です。県内 CD ショップか Amazon で購入できます。収録曲からカルミや笑顔の花のミュージックビデオも YouTube で公開中です。アゲナマナで検索してください。ライブ情報です。2月2日土曜日、宜野湾市のヒューマンステージでライブがあります。ライブタイトルがショーゴナイト。真冬のライブハウスで常夏を。会場が18時、開演が18時17分になっています。センベロ付きでチャージが2500円になっているので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。はい、ということで、あ、そう、あと一つねお知らせありました。なんとですね、明日琉球新報だ、待って待って待って、沖縄タイムズに記事が載ります。イエイ。レキオ、沖縄タイムズで合ってますよね。そうそう、レキオの